はい、えー、時刻は50時を回りました、えー。雫未来、風島未来駅ですね、えー。5月19日です。金曜日。えーまあ、週末といいますかね、あの花の金曜日のこの遅い時間ですけど、まあ、聞いてくださってる方、あのー、今週も楽しみに、ね、してくださって,っている方がいらっしゃると思いますけども、えー、沖縄のね、本当の真実の歴史を、おまあ、3月からですね、あのー、 本当に専門的に超古代史研究科研究家家です。まあ研究会ですね。研究家のあの大島講師にお見い,いただいてもうちょうど3回目になりますけどもはいはい、えー、ちょっとご挨拶をしていただきましょう、はい。こんばんは。はい、こんばんは、えー。今回3回目になります。そう、ねはいえー、いつもありがとうございます。はい、また今日も頑張ってお話したいと思います。で今日はですねあの綺、ー、麗どころが3人ずらっと並んでますけども順番に。 では、あのさ、さやさんの方から、さやさん、さやさんですかね。ご挨拶、お願いします、どうぞ。<laughs> はい、初めまして、こんばんは。はい、こんばんは。さやと申します。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。こんばんは。波、はい、です。はい。二回目の出演です。<laughs> はい。よろしくです。よろしくお願いします。<laughs> もう一人、ええー、と、マイク通ってるのかな。ちょ、ちょっと声出してみてください。通りますか。通りますね、はい。はい、どうぞ。 はいこんばんはメイですメイさんね皆さん今週もていただそうですねございますちょくちょく参加させてもらってます、はい、ありがとうございます今日はねあの女性の方の人数が多いので大島講師と私私はあの <laughs> 雫未来と言いますあのね、うん えー、負けないようにね、今日一1時間、また頑張っていきたいと思いますけど、大島講師も、まあ、仕事の関係で、ちょっと沖縄を少し離れられるようなってらっしゃるということで、えー、ちょっとね、はいえー、異動になりましてですね,、えー、<笑><笑>ね。だから、まあん、ね、どんな形であっても、ちょっとこの放送の中で、何らかのね関わり合いをこうしていただきたいなというふうに思うので、はい、あのぜひ、いろんな形でですね、すねあのさらっと、まあ、参加していただきたいと思います。えー、この番組はですね オフィスクリエイティブウィングプランという創造の翼計画というオフィス、指摘オフィスと、それから何名の方かのリスナーのですね、サポーター、サポートによって続けられております。本当に毎週ありがとうございます。今日もね、1時間よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、ね。 先にコマーシャル入れようかなと思うんですけど、ヒロきさん、コマーシャルランプがついてないけど、これ、大丈夫ですかね、ちょっと聞こえたら、ちょっと来てくださいね、えーまあ、あの番組の方はずっと進行しながらやっていきますので、大下國ではあのーまあえー、毎回言ってますけど今日はあのーまあ、あの3人、女性の方、えー、来ていただいてますけども、はい、一応、あの皆さん、あの

ね、募集してますけども、あの会費いりませんので、あのアレスという方、大好きな方、大募集でございます。私もね、まあ一応会員のつもり。あ、そうでしたか。ということで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まあ、あのちょうど三回目ということで、毎回毎回、あの非常に、まあ、いい意味で衝撃的というか。多分沖縄のね、人たちも知らないような話ばっかりですけど、今日また。 その確信に染まっていただきたいと思いますが。が 前回、前々回からお話した中でちょっと振り返っておきますといろんな沖縄の痕跡を見ていくと例えば、伊勢ですね伊勢の話をしましたそれから出雲との関わりの話をしましたそれから奈良の話の奈良の三輪山伝説とか関係も話しまして結局、本土の方とさまざまに似通った伝統 ですとか言い伝えですとか伝説それからいろんなものですよねこうしたものは関係してますよという話をしてまして今日もう一つそこに加えてですね京都京都には何があるかというとこれは端午の方なんですけども。 あのまあ、日本海側ですね、京都府の日本海側に丹波、丹後、はい、というところがありまして、ここにです、ね、元伊勢というのがあります。伊勢なんですけども、伊勢神宮に実はあの安置する前にです、ね、実は近畿圏にまあ24階、はい、箇所をこう点々とたどりながら、最後は伊勢に。 その王様になるんですけども、その二番目のところ奈良から出てて二番目のところがその丹後というところにですね。あのこの神社ってのがあるんですね。この神社。この神社。どの神社？いや女性のね受ける声いやいやしょうもない話をしましたね。このっていうのはですね籠って書きます。籠はね竹冠物。竜って書くんですよね。 うん、この神社って言うんですよでもここね元伊勢の中でも一番確質が高い、うん、あの、うんはい、伊勢神宮ってほら外宮内宮、うん、両方ありますよね、うんはい、内宮は天照様外宮は豊岡の神様、はい、で,、ね、でこの両方揃ってるのが、うん、その24箇所神社がある中で、はいはい、もう一個だけここのこの神社。うん とというころだけなんで内という形あるから元伊勢の中でも非常に確質が高い神社なんですけどもこの確質が高い神社がかごって名前なんですよ。なんかちょっとそこはねちょっとこととしてはなんでかごなんですかそれをずっと私も考えたんですよ今日にったときに。んでかごなんだと武田ったをね神社の名前にしてる。 普通はもうちょっといい名前付けるでしょうと台所よりをね神社の名前付けるってしかもそのないごと結構あるのでずっと不思議に思ってたんですけども一つの仮説ですけども沖縄に来てですね一つあの感じているものがありましてそれが伊平屋島伊平屋島あるか 知ってますムーンライトマラソンありますね確かにそれはあるんですけどあそこにあるのは熊谷洞窟熊谷洞窟ってあってこれがアマテラス大神様が岩戸隠れしたと言われている洞窟があるんですよねこんな沖縄のところまであるんですそういう伝説がですねアマの岩戸って全国にいっぱいあります もういいっっぱあてです高千穂が一番有名ですから全国にいっぱいあるんだけども高千穂は史跡文化財になってますですから国が指定してる文化庁がここは文化財として指定してる史跡文化財ですけどももう一つ史跡文化財になってる天の糸があって。 それが伊平屋島なんですよね。二つだけなん。そうなん、二つぐらいの言いあと全国のいっぱいあるい、の岩戸は。まあ、県の指定とかね。村の指定とかありますけど。国が指定してるのはないんですよ。あ、そうなんですか。でも、知られてないですよね。知らない。その事実を聞いたことないですよね。で、この熊谷洞窟が。はい。 天の岩戸って言われるときに、うん、私ねすんごくガテンがいたんですね。うん、どういうどういう靴か、はい、私はいくつぐらいでしょうかね。小学校か幼稚園ぐらいの時に覚えてるんですけども、はい、天の岩戸伝説のね、このねあの絵が小さい子供が読むね、はい、そ,うねそういう絵本があるんですよ。 でその天の岩戸っていうところに天寺様、はい、お隠れになられて、はい、太陽がまあ消えて世、はい、の中闇になってしまっ,たっそうで,す、ねはい、でその前で何とか出てもらおうと思ってですね、はいはい この歌や踊りをですね、歌って踊って、わわにやかにやってた時に、中から天照様が何やってんだろうと思って外開けるわけです。岩でその通してある、岩で閉めてあるんだけど、中から開けたっていうね。すごい力持ちですね。ああなるほどね。それが大巨大なんですよ。巨大な岩を開けてですね覗いたら外から あの雨の田地から王の御琴とでです、ねはいう、はいまあ、怪力の神様ですね、はいはい、この方がその<に>そちょっと開けたところを手を入れて、ぐーっと開けていくんだけども、そこの絵がね、はい 外から岩が蓋してあるんですよね。内からじゃないですか。内からじゃない。俺と思って、俺外から脱線だったら何も歌って踊ってした最初から開けられますよね。ちょっとひねくれた子供だったんでね。あの絵本みたいなそんなこと考えてたんですよ。考えたことなかった。なんだ。なんかねこれ変じゃないのって。そうですね。よく考えると変ですね。よく考えて変でしょ。おかしいなっていうなのがあって、何よりもその。 巨大な岩で蓋したら一緒出れないですよね。まあ伝説だからねそれはまあいいとしてもでもこの話が合わないのは外から開けれないからよし一景を案じてね歌って踊ってきたわけでしょ。ということは何か違う状況があると思った時に伊平屋島を見て分かったのが伊平屋島の天の岩とは人一人が通れる。 入り口ななんでですよまずは大きだから岩でそんな大きな岩で蓋することゃなくて人一人が通れるししかも中から蓋ができるんですよね中から閉められるわけですよ中から閉められたら確かに外からはも開けられないですよね石いかにしても手滑っちゃってそうすると中に少しちょっと隙間を開けてもらわないと手入れられないと。 この状況がねピッタリ合うんですよね。なるほどですね。その伊平屋島は合うんですよ。でもっとすごいのが、あの本当言うと雨の岩戸ってよく言いますけども、古事記はみにはなんて書いてるか、雨の岩や灯なんですね。まあや灯。屋敷のやが入ってあるんです。よということは住めないといけない。長期間住めないといけない。そうですね。そうそう。黒くなったらダメですからね。そうすると。 真っ暗なそのフラーの中だと、冷めます。冷めないですよね。やみますね。やみますよ。精神やみますよね。苦しいですね。これはいかに明かりつけたところで、まあアマ様が隠れられたと言ったら、それは一ヶ月、二ヶ月、三ヶ月出てこないわけですから。それちちょこちょこ出てきたらね。 別にお呼びする必要ないんであって長期間中に入られたからみんな困ったわけでしょう。ということは長期間住めないといけないしかも雨の岩やとって矢が入ってるからとかその熊谷洞窟の中に入ったらなんと東向きに大きな穴が開いてるんですよ。東向きだから 太陽の光が入るんですね。東からずっと入ってくるしそして風が入ってくるすごい爽やか洞窟じゃない洞窟じ周りはちゃんとしたお屋敷って感じ天井高が約8メートルあります中に砂でずっと敷き詰められててね 砂が多分ねあれね、はい、その穴から入るんでしょうね<ー>海からの砂が風でだからこう本当に砂の絨毯が敷き詰められてる感じのところに中の部屋も、はい、あの ちょブースで分かれているような感じいくつもの小部屋があるような感じになってんですよね。ということはお付きの人もそこで住める。ということは火も使える風が空気も通りますからもう一つはこの間ちょっと行った時に前の日に雨が降ったんですそうすると岩から雫がポタ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 水が調達できるんですよね。 全部すだから、ね、まさに雨の岩屋としばらく住んでいいのもいいなと思いましたよね、うん、今日もホテルとまで <laughs> ゴールンでンましょうかみたいなぐらいの快適な、うんなね、とってもいい場所なんですね。はいはい 特にちょっと砂があると例えば、用を足した後も砂で全部浄化できちゃうわけですよね、そういうことを考えるとここは1か月、2か月、3か月進めるでも大丈夫だ大丈夫なところでまさにね、あんまり岩戸伝説、私が幼稚園の時に疑問持った内容が、あの熊谷洞窟見た時に全部解けたんです解決できちゃったわけですよ。 うね、もう何十年か持ってた子たちの悩みが小さいい頃からの気になってたことが何でそんなこと気にするのかわからないですけどもこれが溶けてしまったんですよね。高千穂が一番有名ですけど高千穂の天の岩田とってうのやっぱ全然そういう目でいくと全く環境違いますよね。なねか使 いたんでしょうけども天照様が長期間あそこに住むというか何かにこもられるというのはちょっと無理かなという気はします。という気はします。これも一つの提案ではありますね絶対そうだと言ってるわけじゃないですけどもだから本当に歴史の伝説があそこに行くとね全部通じつまが合うという沖縄にあるというのはそうそうそうそれが飯屋島にあってですね でしかもですね先ほど言った熊谷洞窟これは「かご」って書きます熊谷っていうのは「こもる」っていう沖縄の「でこもる」っていう意味なんですよ竹幹部に龍なんですよこれを考えたらその単語のこの神社あそこは天照様と豊家農神が祀ってますよ天照様ゆかりの地なんですよね そこの丹波丹後には大和姫様というこれ分かりますかね4世紀ごそに伊勢神宮を今の伊勢に持ってこられた方なんです最近24箇所で転々として最後に伊勢に持ってきたって言いましたけどもその場所を定められたのが大和姫こういう方を西王っていうんですね斎王っていうのはですね 斎藤さんの斎ですね。はいはい、で王様の。お祭りする方お祭りする方を斎王と言うんですけども、ねはい、この斎王は、はい、その神様の子孫でなければならない。て、はい、はい、そうかアマテラス大神を祭る斎、ね、王、はい、は。うんはい 天照大神の子孫でなければならないんです、はい、当時の風習としては。な、はい、からその大和姫様は当時、はい、天照様の子孫だっていうことが分かってたんですよね。で,ねでこの大和姫様がどこから来たかというと丹波、はいうん、今言ったこの神社があるその丹波っていう場所ねここに 丹波の道子というね、はいはい、王様がいたんですけども、はい、この方の娘,様娘さんがバス姫って言いましてね、はい、これバス姫が大和姫様のお母様なんですよね、はい、だから大和姫自体がその丹波から来てるんですよね丹波には実はそのこの神社っていうのがあってですね、はい、でこれがその天照様をお祭りしていて、はいはい とというこでですね全部そこにつながって天照様でつながるんですけどもこれを聞いたときにあこの神社っていうね籠っていう時代言葉の意味がこれも溶けちゃったつながってしまったんですね。 これすごいでしょそうです、ね、私本当、これ知ったとき、はい、鳥肌立ちましたもんね。タこからは全く想像できない。できないでし言葉のね, <laughs> 意味がね。全然違うところに意味があるんでしょうね。うはい、とそれちょっと一番最初にあのコマーシャル入れなきゃいけなかったので、ちょっと一回コマーシャル入れさせてください。 え大変失礼しました、コマーシャルが一番最初にいらなければいけなかったんですけども、あのー、今、ブルガリさんという方から、これ、地元、めっちゃ地元威勢で書いて、これブル、ブルガリさん、地元ですかね、もし地元、伊勢だったら、もう一回コメントくださいね。ありがとうございます おおし続けて願います今、ちょっとね、熊谷洞窟のお話をさせていただきましたけれども、ここでもう一つ付け加えておきたいのが、実は熊谷洞窟の真向かいに、久ば山っていうのがあって、まずこれはもう本当に感動したんですけど、山全部が久ばの木なんですよ。 私も感動しましたあれは、ね、びっくりしましたあれは、ね、びっくりしました、ね、圧巻ですね圧巻で何かねなんかね夢の中にいるのかなっていうぐらいの不思議な感じのするはい。はい、そういうのはあの地場なんですよねクバ山ですねクバっていう植物ですよね木ですよね木でできたそうそうそう沖縄ではね有名な、うん、あのクバです であの南洋のね植物です、うん、これ葉っぱが有名なんです。そうですね,葉ですね葉。葉っぱが有名で、はいはい、でまあ沖縄では、ね、よくあのクバガサとか、クバガサが、ね、<ー>有名ですよね。はい、そのうちはみたいなものを使ってますけどもともとは王家の木であって、うんはい、で天皇系もこれをむしろ神聖化してますっていうのも前回。はい お話してますよねそうですね、はい、屋,根屋根ですか前もお話したんですけども、はい、ちょうど桓武天皇が即位するときに、はい、まあ平方のね葛葉宮で、はい、このくばで拭いた屋根の下の、はい、まあ祠これ百獅町っていうんですけどもここでみそぎを払って、はい、それで天皇家になっていると。はいはい これが実は私歴史最初関心持ったスタートだったんですけども実はこれも歴代天皇全部そうです。くばのその明治天皇もちゃんとそれ残ってますしねちょっとこの間あの久高島行きましてね久高島の伊財法っていうのがあってね伊財法で説明聞いてたら伊財法をやるときにノロが クバで吹いた建物の中で禊をするっていうんですよね。同じなんですね。同じなんですね。だから天皇家が大でやってるその即位する時の儀式と同じその儀式がこの伊蔵法っていうですね。クタカのノロがその神の女性になる儀式の中ちゃんと入っててこれ今と途絶えてるんですよね。途絶えましたね。何年か前です。これはクタカの女性しかできないので。 まあ12年1回ずっとやってきたんですけども、北島で生まれ育った女性がもうほとんどおられないので、次をされるのは多分あの波さんがされるかな。ああ、楽しみですね。田舎に戻って田舎あのあっちですからね。ああ、そうなんです。触ったことありますね、ありました。ね、もう本当にそういうちょっと。 始祖が絶えてしまってそういうされる方がいなくなっているんですけどもそ,、ねはい、その本当に風習と同じものが天皇家が、はい、まあやっているんですけども、はい、この「クバというのが実はその天皇家の足跡を残しているっていうのを聞きましてね、はい、だからクバのあるところが天皇家の非常に重要なゆかりの地であるということを、まあ、実はこの前くたに入った時に聞いたんですけども。はいはいはい そうやって考えてみると非常によく分かるのが今言いました伊部屋島にもクバ山ってのも本当これはすごい山1個全部クバなんですけどそれよりもちょっと北に行きますとね宮崎にあ言いましたよね青島青い島って書くんですけどもあれ約5000本のすねが植わっている島ですね。その ルーツが結局いい部屋でさらにその南にあるのが久高島久高島のカベール岬にその群生がありましねここがその奄美基温が行かいから上陸したと言われている岬なんですけどもしかもさらにこのカベール岬の元がありましてねそれはどこかというと宮古島のビャルミズウタキというところ。 ビルミズ滝ねちょうど神社根伝説があってあ、はい、奈良の三馬山伝説と全く同じだということを、はい、まあ以前お話しし,ました,し、ね、したま今はもうないんですけども、はい、あの辺り一帯は、まあ、昔はあの戦前はもうそのくば でいっぱいだったという場所なんですね。ということは天皇家をたどっていくと宮古島に行っちゃうわけですよね。沖縄本当に中心ですよねだから宮古島のルーツはどうも天皇家のルーツは宮古島らしいというのがこれで見て取れるわけですよね。だから、熊っていうのは天皇家がどこから来たかっていうのがねある意味示しているわけですよ。 うん。で、これをね、やっぱりね、大事にしてましてね。で、うん、本当はこのクバっていうのはね、耐油、はい、植物なので、はい、北原が福岡とされてます。じゃあそのやる京都とかにはないんですね。ない。うんとかね、生えてるという意味ではない、ねまあ、ないんです。はい、まあ。 もう無理くり増えてますけどね奈良に階段員なんかったら歩もはぶかれてるの一生懸命終わってましたけどね頑張って生きてましたけども寒いところには植える相当難しいんですけどもただ、ねこれ私も驚いたんですけども明治天皇が東京に銭湯テントなんですけどもテントされましたよね。最初にお参りされたのが 実は埼玉の大氷川神社、大氷川って書ます川神社、これは須佐の御とを祀る神社、これ、氷川神社っていうんですけども、ここに最初にお参りされてます、参詣されてます、明治天皇は。先として最初にお参りされたのが埼玉の大氷川神社なんですけどもね、この大氷川神社ってのは、ちょっと気にはなったんですけども、 えー、去年一昨年かな、はい、ちょっとたまたまそっちもに行って、はい、見たんですよ、はい、で参道がねなんと1キロもある立派なあの神社なんですけども、はい、その周り、参道、ずっとね、はい、くば植えてあるんですよね。埼、えー、埼玉ですよ、ね、<laughs> 埼玉でですすよよね、えー

やっぱ枯れちゃうんでしょうね。それでも売れる。無理くり売れてますね。やそこに理由がある。理由がある。天皇系としてはね、どうしても蔵は植えたい。売えたいですね。大塚川神社という明治がね、東京遷都するときに最初に見つめたお参りしたぐらいのすごく重要な神社なんですよね。そこにもう本当に蔵が3度1キロ渡って。 この意地というかね意地ってたりしかこだわりというか信念がだから天皇家はね「くば」っていうのはすごい大事にしてて自分たちのルーツそうなんですよりもそこそばに置いておきたいということでしょうねシンボル的な感じでそのくばをたどっていくとなんと宮古島宮古島に来るんでタキ そうだから天皇家のルーツって宮古島ですよね。だから今日先回言ったようにこう言っちゃいけないかもしれんけどもあの皇室がねそうでおばおり様とか秋田宮家が何度もこの久高島へ行ってそして子宝祈願して今の愛子様とかそれから。 ああ、久石とさんとでああ、誤解されたっていう話。をねなんでわざわざその二階に、ね。行くか。行くか。ということ。そうですね。すねちゃんとその天皇家の中では、ちゃんとルーツとして、そういう系譜というか。残っているものがあるということで,しょで,す,ことですよね。はい。 じゃあこういうことを唱えた国学者もいましたね藤井定観という江戸の時代の国学者がいたんですけども本居宣長という非常に有名な国学者がこれに対してかなり批判的な説を唱えて当時非常に論争になったんですけども最終的には元利宣長の考えが採用されてですね あの伊平屋島に関しては非常に、こうまあ注目度は落ちていると。はい、あ、そうなんですね。いうことでわかりますけども、はいはい、まあ客観的に見れば、はいはい、いやそれはあり得るだろうな。そうですね、すねなんかその残ってるものだけからし、し、うん、こ、当たり前のように辿っていくと。やっぱりこう消すこともできない。そうなんですよね。流れがありますよね。そで,ね、うん、でその久高にもですね、実はこれもね、ちょっともう本当に。はい、まあ今沖縄でいろいろ言われていることもあるんですけどもね。はいはい 沖縄の歴史の中で戦後もずいぶんと非常に評判の悪い歴史観というのがあってそれにちょっと挑戦する形になるんですけども例えば沖縄処分という言葉ありますよね沖縄はまだ日本に無理やり統合させられたということですね。 えーまあ、処分されたという言葉でばでなってますけども、ねはい、この沖縄処分の、ね、中身たまずちょっと私調べてみたらですね数年間の明治政府が沖縄に対してなした、えーですね、扱いというのがずっと残ってましてその中身がですね最初に沖縄 あ琉球藩として藩になり、はい、そして琉球藩が沖縄県になるわけですけども、はいはい、この時にですに、ね、明治政府は沖縄県に対して、藩主ですよね、はい、藩主が県の責任者というか、まあ、はい、県知事というかね、はい、そういう形になるんですけども、その時に明治政府はまず3万円、はい、だからあの新しい貨幣ですよね、はい、日本の貨幣3万円というお金をまず。 うん、上げるわけですよね。うん、は,いはい。はげる。あげ、さ、はいはい、要する、まあ、お小遣いですよ。はいはい、沖縄に。沖縄に。三万円。は、うん、で、三万円っつった、今の価格じゃないんですよね。当時でい、はいはい、うと。わ、ちょっとね、私もわかんないですけど、ただ、私、ひいおばあさんがね。 明治20年の生まれだったんですけども <laughs> <い>、のひいおばあさんがね、私小さい頃言ってましたけども、うん、明治時代ね、500円で大きな家建ったらしいです。うん、え、500円で、ね、5円で家建ったっていう。ワンコインですか？ワンコイン、ワンコ東京コインじゃないよ。<laughs> あ、そうですね。東京コインじゃないけども、500円、だから明治時代のまあ40年とかね終わりの方でしょうけども、うん、500円で家が一軒建ったわけですよ。うんうん だそれをまだ40年も前の明治の初期の頃の3万円、うん、万円多分今だったら1 0億でしょうね、ね多分。の価値の、はいはい、お金をまずはその沖縄に渡す、うんはい、それと当時、沖縄県は20万両という借金がありました、はい、これを明治政府が肩代わりして、チャラにしました、な、うんはい、くしちゃったわけです、ねはい。そうなんですね、うん、ほんでさらに いろんな税金ありましたよね、税金を沖縄県が言う通りの税に変えました。こんだけにしてねってお願いしたら、じゃあ掃除しましょうって。そんんなあでんかのちょっと悪名高き人頭税というね、ありましたね、あれも明治天皇は廃止しました。人頭税って人数分、子供生まれたらそれに税金かかっちゃうわけです。 ねはい、年いって,きてたらそれも税金ずっとかかったままなんですよです、ね、ということは、はい、子供を産むなそ早く死ねっていう話、はい、いうですよね。こういうふうな人道的なね人頭税というのを廃止したのが明治天皇なんですよね。うん、だからそういうのも全部廃止して新しい、えー、県民が求めた通りの税金をですね、はいはいはい 定めてそしてスタートしてですねただ一つ、その県に言ったのが中国から作法ってありましたねこれをやめろって言ったんですよね作法要するに中国からいろいろと進化の例を取って沖縄琉球はずっとその国と調考してたわけですよね。明治政府はそれやめろと 言ったんですけどもね、嫌だって言った、そんなことはできないと沖縄のそのですね、長が言ってですね、それで県から300人、400人かな、兵隊を連れて入ってきたわけですよね。で、ここだけ取って、琉球処分っていう本当はね、柵をやめさせるために、兵隊連れて 入っっっててきたたんんでですすよよ回回言やめなかそれもうしょうがないから明治政府から役人が兵隊連れて入ってとにかく中国との縁を切らせるためにここだけを武力で制圧されたって言って沖縄処分っていってねとんでもない話ですねちょっと違うでしょ印象が聞いてたのとでも内容はそういう内容なんですよね本当は。 これ時間大丈夫ですか？ええー、大丈夫です。一曲ちょっと曲入れてもいいですか？な、はい、回入れましょうね。えっとじゃあちょっと一曲だけ曲入れます。 お話も佳境の中、ちょっと一曲、さだまさしの夢という曲をかけましたけど非常になんかね、ちょっと鳥肌が立つような話ですよね、これ、今ちょっと、これから言う話のね、枕で言った、遺跡で言いましたね、実は本当に言いたかったのは、薩摩信仰のところなんですね、1609年に薩摩が沖縄に入りました。 でまあ、その頃はまだ民からかなり兆候されていた時代だったんですけどもその背後から、はい、まあ薩摩が沖縄をまあコントロールするという形で入ってです、ねはい、その時にあの、えー、横目付けと、ね、いうのは。 ああ、横に目についてるんですよね。まさか、そんな人。すいいね。便利ですね、横見えるか。いや、違う。あの、まあ、警察署長ですね。こういう方が三人、三人入りました。で、そのお二人は、この沖縄本島に入って。お一人が。久高島に入ってるんですよ。で、久高島って、今、交場もないですよね。ないですよね。あんな小さな田舎島に。はい。 なんで警察署長入れるんだと。今でもその横目付けの大きな屋敷跡が残ってます。非常にあのあの島には姿勢だけでも似つかわしくないものすごい立派なね家があるんですよ。いくつあのねそれどこでわかるかって言って石石垣普通石垣ってねこんなあのまあ参考書みたいなこうね並べてるじゃないですか。そうじゃなくてねもう紙ソ一枚入らないぐらいのものすごいその 石の技術こうの技術の高い石垣のある家がいくつもあるんですよ。これね今の値段でいくとねそういうすごい家がいくつもあってその一つが横目付の家なんですけどもなんでくたかにそんな薩摩が横目付を入れるのか。 とといいううこは歴史をっっててた話なんですよねやぱ結局天皇家のルーツっていう大体、薩摩っていうのは明治維新を起こしてますよね、明治維新で薩摩と長州が起こしてますけどもここは非常に天皇家の関わりのある藩だったわけです。我々の知らない歴史を多分、薩摩も長州も知ってて何よりも琉球に入った時にまずはこの双かを守る意味であそこに横目つけを入れてるんですよね、多分ね。 だからあの薩摩信仰っていいますけども、はいはい、誰も死んでないですよね実際は誰も死んでないんですよ戦してないんですよ普通だと、はい、本当に支配したんだったら王家なんか全部首切っちゃって全部取っちゃいますよねも<う>誰も王、ねね、家も死んでないし、はいはい、でその王,王様がね 連れて行かれててか 2>,、はい、2年間、まあ、牢屋にいられたって話になっちゃってるんですけども実はこれは違ってましてですね、はい、ちゃんとあのこれ歴史の、はいえー、沖縄の方の歴史にちゃんと残ってるんですけどもその生家は、うん、その実は薩摩に行った後江戸まで、うん 渡ってですね、徳川秀忠に越見してます。で、駿府では家康様とお会いしてます。相当待遇。待遇はすごくいい。待遇で。その街道を、その琉球藩が。あの、動い、ね、旅をしていた姿なんかも本土の方にも。記録には残ってますね。なんで沖縄の中では全く逆の話。になってましてね。 何か,かそういうのうに丁重に扱ってるっていうことを知られたらまずいず、うんうんはいうの、ん、が、ねはい、ある、うんし、ね、でしょうね。だって普通支配したらね進化というか属国ですから属、はいはいね、国として扱わないとおかしいというふうに思われてはいけないそれひょっとすると天皇家のルーツ沖縄を隠してたんじゃないかと、うんはい、あえてですね。 大和のうち沖縄の沖縄取っちゃえば。首根っこを押さえたことになっちゃうんですよね。当時天皇家一番恐れたのは。自分たちがどっから来たか。というのを知られたらまずいと。それを私が言っているといまずいじゃないですかということ。まあでも、でも実際ね、やっぱり沖縄に残っているものを見ていくと。今お話しいただいたことのこう証明というか。材料が。 たくさん出てきますよね。で、そういうふうなことがあって、実は本当に丁重に、その証券を、オをですね。まあ、二年間、あの、秀忠と、あのね、将軍と、お会いさせて。で、また、お帰りいただいてて、で、ですね、あの、この前、久高島行った時にですね。まあ、向こうの方の、ある浜がありましたね。で、そこでは、ある、非常に重要な、貝が取れるんですよ。で、この貝をですね。

九州から南に来るときに海流は北へ上がってますよね、はい、それに逆らって南に行くためには風が北から南に行かないといけないですね、薩摩からだかららだそそうそう,そう9月はその北がずっと風が吹いていくんです、翌年の4月になるとこれがまた南風になって北へ上がっていくんですね、4月になるとまた帰っていくんですけれども、彼らは久高島に毎年貝を取りに来る、貝はその食べる、はいはい、食べるじゃない。はい この神事をするためご神事をするために久高のじゃなないとんですよねこれを取るためにわざわざ薩摩から久高島に来てたっていうんですよね。すすごいでということはなんかこだわりありますよね久高島に対して普通の扱い全然違いますよね。ということは薩摩信仰と言ってますけども実際は薩摩藩は非常に その沖縄というものに対してある意味でその自分たちの神の,その存在する島としてあるいはその王家のね天皇家の元なる島として非常に裏では尊重していた、はいはい、表向きは違うけれどもということがやっぱりこう見て取れるわけですよね。 だからあのよくさつあの明治維新というのはねペリーがそのおまあ裏側を気に来てまあ開港を迫ってそして明治維新が起きたってなってますけども実はその前にですねあの沖縄に来てますペリーがねペリーがねでアメリカ公文図書が残ってますけどもアメリカ何を余韻に日本に来たかというと沖縄来れって言ってきたんですねあの当時あの当時沖縄にその補給基地を作る作りたいと。 沖縄起こせとアメリカに起こせと言ってきたんですよね実は開港迫ったというのは実は後付けであって本当の目的は沖縄を起こせなんですよね当時中国はすごくヨーロッパに捉えてましたしいつ日本に来るかって言ってヒヤヒヤだったわけですけどそこへ来たのがペリーだったんですねこれでびっくりしたの薩摩と長州沖縄取られるとそれで明治維新を起こしたで起こして幕府を倒してその後 要するに琉球処分沖縄県を県にしたわけですね琉球藩だったのがそれまでは琉球王国だったわけです日本じゃなかったわけですそれを日本の藩にして県にしてようやく明治維新は終わった要するに沖縄はもう日本ですと日本だよと世界中に対してね沖縄手を出したら日本が黙ってないよということを世界に知らしめたのが明治維新の。 本来の目的そやっぱりやるべきことをやったということでしょうね。それぐらいでも危ないんですよ、ここ、本当に。ね、今も危ない目にというか、あってますけどね。地理的にも危ないけども、やっぱりその簡単守れないでしょ、遠いから。今でこそね、すごい、軍艦だとかいろいろあるけども、昔のほうが。 船でしょえこ守れないから、しょうがないよ、あんなとの全然関係ありませんよみたいな顔してたのね、沖縄なんか何もありませんよ、日本にとっては何の意味もありませんよっていうような顔しながら、裏では必死で守ったんですよね、これ取られるんじゃないかって、ヒヒヤヤだったんでもあれですね、ずっと話を3回目ですけど、聞いてくると。 今、沖縄県民が、まあ今あの、この中の沖縄県民の方、何人もいらっしゃいますけど、僕とさやさんと、も、まあ、しも講師だけが違うのかな、3対2で、沖縄県民じゃない人たちの方が多いですけど、<laughs> でも沖縄県民が今の話を、本当に心の底から聞いていくと、うん、沖縄のなんていうか価値観ってひっくり返りますよね。ねひっくり返ると、何が出てくるかって、私は誇りが出てくると思うんですよ。 でないと本来行けない場所ですよね、うん、と僕は思うんですけど、うん、だからそれであのもうこの「風島未来記」という番組がそれ,それを伝えたくて始めたので最高のゲストがねずっとこう来てくださるということをずっと考えてたんですけどちょっと仕事の関係でもしばらくまた戻ってきてくださることねお待ちしてますけども、うん、やっぱりあのこの沖縄の真実を多分徹底的に広めて沖縄県民の 本当に一人残らずあの伝えたいというんですか、うん、そうすることによってなんか日本の未来が完全に変わるんじゃないかなという気がしてるんですけど。 もう一つ時間あるんですかもう一つさらに付け加えますとスマとの関係の中で言えるのが日本の国旗なんですね、日本の日の丸の国旗ね。これを明治時代に日本の国旗として挙げたのが提案したのが島津成明、薩摩藩の藩主ですね、この方が日本の国旗としてこの日の丸を提案したわけですね。 まあそれ以外にも案はあったんですよね、はい、白地にその黒い帯というのがありましたけどもそっちは開けられて、日の丸が採用されたんですけども、これ、一つの不思議なあの、はい、状況でしたね、はい、実はあの琉球藩が実はこの日の丸を使ってたんですよね、はい、もともと14世紀から、ちょっとじあの白地じゃな黄色地に赤い。いこれが、ね、あの琉球藩の 船の旗として実はずっと使ってたのが沖縄でティーダ a 侵攻ですよね太陽侵攻なんですよねだからこれが一つの旗としてなったんですけども島津成明は琉球藩が使ってたのを本当知らなかったんじゃないかと言われてるんですよだってその薩摩の国の旗をなんで日本の国旗として提案するのかこれが疑問なんですよ。

あの、要するに、ね、あの、沖縄県のね、県のマークはそうなっても、暇の中の人、ま丸入ってますよね。そうですね。なんか、不思議な。確かに、そう、そうやればそうですよね。知らない方、ちょっと調べてもらって。ねやっぱりね、沖縄の本当に、本真実の意味というのは。深いですね。うん。いや、もっとあるんです。けどありますね。本当はずっとね、やっていきたいから。でも、まあ、もちろんやっていただく予定でやってます。また。 ね、とりあえず来月はこれますんでね、はい、あの来月も来てくださるということなので。楽しみ、あのね、あの三人のさやさんも、それから、なみさんも、あのめいさんも。一緒にでも来てくださってもいいし、それ以外の会もありますからね。あの遊びに来てくだされば、私一人でちまちまやってますので。はい、どうですか?。はい。どうですか?。さやさん。びっくりですね。正直、なんかやっぱり教育の中で受けてきた。 やっぱり歴史観とは全然違った視点からの解説なのでなんかもう沖縄出身じゃないですけれどもやっぱり「えそんな事実があったの?」っていうところで衝撃しかないというかそれを知ることによって沖縄の方々のなんか自信が出るというか,なんか本来の自分たちの良さが出ていくのかなっていう感じはするのでこれを知らないとやっぱりねやっぱどうしても自分たち なんか違うところの国の人みたいな認識の方もやっぱいらっしゃったりとかいまだにやっぱりおじいちゃんおばあちゃんとか聞くとやっぱり自分たちは日本じゃないみたいな方もやっぱ言われたりとか本当のことを日本って言われる方もいるので。認識として そこのところがもうちょっと根強く入っていくとやっぱりこういうところで自分たちに自信が持ててやっぱりもっと県として誇りが持てるのかなとそれと日本全体から見ても前回お話ししてたんですけどの沖縄はルーツがにら行かないこれはどう考えてもムーとムー帝国と偉大なるムー大陸というのは記録だけですけども残ってますよね。そこかららどうも日本民族は来ているしと いうことがこれで分かるんですけれども沖縄の歴史が分かるとここがそのヤマトのルーツでありかつムーのつながりがあってだから日本の歴史が沖縄を通して実はこの本当のルーツムーからの流れが全部つながってくるんですよね沖縄の歴史がないと日本はやっぱり朝鮮半島が来たってなっちゃうんでねところがね あれ DNA からると全く縁ないんですよね。そうですね。もうそのあ本当私はこれ沖縄来たの2014年かなその途中9月に琉球新報で載ってましたけども日本その沖縄の3000人のその DNA を調べてみたらあと中国とか朝鮮半島とか東南アジア全くあの DNA が繋がってないすごいですねというのははっきり分かったわけですよね。はいすみませんちょっとちょっと小話を一回入って時間切りになりました。 はいえー、あっという間にね時間過ぎてしまうと本当にもうあと三分少々しかありませんが早い,<え>早いですねと,とりあえず皆さん方あの最後までです今日で、ね、ちょっとおしまこうしも含めて喋ってくださいはい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ,あと三時間ほど軽くですねはいはい。 ねまあ今日は本当に前回からの話をちょっと受けて、うんはい、少し一歩話を進めれたかなとちょっとだけ進んだかなと毎回この程度ですよねちょっと進む程度でカメラ用にこう進んでいってますけどもね。あまりその 想像だけで話したくないのでできるだけ事実というものを基づいてそして歴史をそこから俯瞰してみるということをやっぱり繰り返していますので少しずつ進んでいくのどうかお許しいただきたい。だけン出せば いいんですけども、それではね、なかなかこう新人きれないので、なんとかね、月に一度あの沖縄の方に足を運んでくださると思います。いや両親出してくれそう。何とかね。はい、ナミさんではあのちょっとコメント。すごく毎回の新鮮なことがいっぱいで、うちなんちでもこんなに知らないのかと思うぐらうちなんちこそ知らないんじゃないかそうですね。うちなんちこそ知らないことがいっぱいあって、すごくいつも楽しんでいます。ありがとうございます。フェイさん。 ね本当にこの正しい歴史認識のこの大切さというか大事さというかもう本当にねもうこれだけ教えていただけると本当に自信が持ててもう本当にね沖縄としてすごいんだみたいな本当に嬉しくなりますはいでは大島幹長はいあのまさに本当沖縄の歴史が失われると日本の誇りは消えますだから日本が本当どこから来たかっていうのは その事実がね消えてしまうのでだから今の沖縄の方ではそのね中国論とかいろいろあってですねもう違う方向に持っていかれそうになってますけども本当はちゃんと見てみればねその日本民族の中心というかルーツがまあ沖縄にあってねでこの元が実はあの東南アジアのもう本当に古い時代の武にどうも起因するらしいと。 これが二雷家内と言われているね、すごい歴史ですよね。こうしたものはあの血液の、ねはい、DNA から見ても、はい、全部これ、本当その通りそうです、ね、一致してくるので、ね、はい、科学的な状況も含めて、はいはい、実は解説できるものがあと20秒ほどになりましたあの、大変名残惜しいんですけど、はい、また、ね、らあの来週の次、ですね、えっと、6月の第3週。 目を目指してまたこの番組終わらないように続けて思い、ね、<laughs> <laughs> ますの <laughs> 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 で皆、ま、さん、えー、よろしくお願いします今日は本当にありがとうございましたり、はいしさやさん、なみさん、めいさんありがとうございましたありがとうございましたはい、ギリギリだありがとうございましたありがとうございました